こんにちは。今日はですね、会社を辞める理由10選ということで、それをご紹介していきながら、これからの時代どう乗り越えていくのがいいのかっていう、そんなお話をしていきたいというふうに思います。まあ、人のことを偉そうに言えるような立場ではなくて、私自身もですね、やっぱりこういうお話をしながら、皆さんと共にこれから訪れるであろう時代をどうやって一緒に切り抜けていくかっていうことを考えながら、この動画を上げさせてもらえたらなというふうに思っています。もうシンプルにさっさといきましょう。もうちょっと10個ということなんで数が多いですから、もうさっさといきますね。でこれに関しては多少の順番は変わってますし、調べ元が異なれば理由っていうのも変わってくるとは思うので、必ずしもこれが正しい10番目までの順位っていうふうには限った話ではないんですが、まあ、一応ですね、参考にしてもらったらというふうに思います。逆に言うと、これに当てはまるっていうことは、自分のもしかしたら転職の機会とか会社を辞めて起業する機会なのかもしれないっていうふうに思ってもらってもいいかもしれないです。ということで、今日はちょっと、ペーパー用意してますんで、読んでいきたいと思います。まず第10位ですね。10位っていうのは市場価値を上げたいと。まあ、自分自身の市場価値とか、あるいは、それ自体、自分が所属している会社の市場っていうのを上げるために、この会社にいたんじゃ、もうちょっとどん詰まりになっていくから、自分が独立することによってこう右肩上がりに伸ばしていこうとか、あるいは自分自身の価値を上げるために今の会社にいたんじゃ一定の評価しかもらえないから、社会的価値を上げるためにバッと独立してしまおうとかですね、他の会社に行こうというような傾向があるというところですね。これがまず第10位です。それから9位、これはもう致し方ないと、倒産リストラ、それから契約社員の方に関する契約期間の満了というところですね。それから第8位は業界の先行きが不安。これね、まあ、見えるものは見えたらいいんですけれども、なかなか例えばタクシー業界とかっていうのはもうなかなか自動運転とかになってくると別に人いらないよねっていう風になってしまって、リストラっていうのが起こってきたりとかすると思いますし、あるいはそれにちなんで自動車教習所なんかっていうのも今後免許のいらない生活が出てくるんじゃないかっていう風になったら業界の先行き不安だったりとかしますけど、こればっかりはどれだけ予測してもこの業界っていうのはなくなりますよねっていうのは、やっぱ上げていったらキリがないところなので、まあ、それが見える方に関しては次のことを考えるとはいいと思うんですけどね。こればっかりはこれこうですってなかなか言いにくいところではあるかと思います。それから、7つ目に U ターン、I ターンがしたいと、まあ、自分の地元に戻りたいというですね、まあ、これはいいんじゃないかなと思いますけどね。ある程度その東京とか大阪みたいな都会で一生懸命5年とか10年とか頑張ったから、あとは今後は地元の方で頑張りたいと、まあ、こういうきっかけも一つありなんじゃないかなと思いますね。最先端の技術とか知識とかっていうものを学んで、それを田舎に戻って、植え付けていくっていうことで、田舎で大成功したりとか、その地域のことを活性化させたりとかっていう方々もやっぱたくさんいらっしゃるんでね、これも一ついい理由ではないかなと思ったりします。それから6つ目、経験知識を積みたい。これね、この後詳しく話すので、これはちょっと6位、経験と知識を積めたいっていうのがあるんだな、このくらいでちょっととどめて次に行きたいと思います。それから、5つ目もそうですね、専門知識とか技術を習得したいと。経験知識っていうのはその幅広くっていう意味なんですが、専門知識逆に今度は1個に絞って、このスキルを身につけるとか、プログラミングのスキルを身につけるためとかですね、あるいは、営業のスキルを身につけるためみたいな形での、意味ですね、っていうことで捉えてもらえたらと思います。それから4つ目、残業とか休みが少ない、まあ、これはもう心身の健康のために大事なことになるんで、まあ、少なくとも週休完全2日制のところとかに行く方がいいんじゃないかななんて思ったりします。それから3つ目、給与に不満がある、まあ、これも妥当な理由なのかなというふうに思ったりしますね。例えば、残業が60時間とか120時間とかって働いているのに残業時間がつかなかったり、これはもう犯罪なんですけど、まあ、それはいいとしてとか、それに対しての見合う成果っていうのは本来なら例えば、手取りで30万とかもらってもいいはずなのに、20万しかもらえてないとかっていう風になったら、もっと手取りがいいところとか、あるいは働く時間が少なくて同じ手取りのところとかっていうのを求めて転職されるとか起業する、これはありじゃないかなと思ったりしますけどね。まあ、ありなしの話じゃなくて、辞める理由10選ですから、給与に不満があって辞めるっていう話ですけどね。それから2位は会社の将来性が不安と、まあ、不安があるんだったら自分が一生懸命働いたらいいのになとは思ったりするんですけど、まあ、それも規模感によりますから、僕なんか中小しか働いたことがないですから、自分の働き方次第で結構会社が右往左往するんじゃないかなっていう危機感とかあったりとかするんですが、まあ、大企業なんかにいたりするとよく言われるのはやっぱ歯車の一部だから、自分が一生懸命例えば10億とか20億とか稼いだところでスズメの涙っていうふうに思ってしまうと、やっぱりこのまま会社が右肩下がりで下がっていく
くと自分が一生懸命どれだけ一生懸命稼いできてきたとしても無駄になっちゃうのかなと思ったりして、じゃあやめようっていう風になっているんですかねっていうようなところです。それから、第1位が他にやりたい仕事がある、うん、だとしたら、すぐにっていうところは言いたいんですけどね、他にやりたい仕事があるっていうことを理由にする人たちっていうのは大抵やりたい仕事があるからじゃなくて、どっちかっていうと今の仕事がやりたくないからっていうふうに思ってるからなんじゃないかなっていうことを勝手に思ったりはするんですけどね、うん、ということで、ちょっと羅列的なところだったんですが、会社を辞める理由10選というところを用意しました。皆さんが今仕事をされながらですね、こんなことが自分当てはまっているなって思ったら、もしかしたら今のいる場所から変わり時かもしれないので、一つきっかけにしていただけたらなというふうには思います。ただ会社辞めろとかですね、転職した方がいいですよ、起業した方がいいですよっていうのではなくて、もしかしたらそういう時期かもしれないということを言ってるんで、仮に辞めて今よりも待遇が悪くなったとかっていうふうなことになって、僕に文句とか言わないでくださいね。一つのきっかけかもしれないと言ってるだけですからね、はい。とはいえアメリカっていうのはその転職の回数っていうのは平均で10回を超えてるんですね。雇用形態的に解雇しやすいっていうところもあったりするんですけど、アメリカっていうのは多様性、いろんな知識とか経験を積んでいる来ている人たちっていうのをどちらかというと重視して雇用する傾向がある一方で、どちらかというと日本っていうのは一貫性ですね、終身雇用とかあったりするくらいですから、もう今はその終身雇用っていうのも崩壊してきていますけど、やっぱりアメリカっていうのはいろんなオリジナルアイデアとかオリジナルの商品サービスを生み出すっていうことをやっぱりどんどんやっていきたい、社会である一方ですね、日本っていうのはどちらかというとコピーをブラッシュアップさせていくものですね。だから一貫性が必要なんですよ。一貫性、こういう技術を身につけてこの今ある製品っていうのをもっと良くしていくためにどうしたらいいかっていうブラッシュアップをかけていくっていうところがあるので、やっぱり長く働くっていうことが重視されているのかななんていうふうに思ったりしますけどね。とはいえですね、これからはもう僕もの動画の中で何度も紹介している書籍なんですが、ライフ資質と100年時代を生きるっていう本の中では、やっぱり年齢を区切ってその時々の時代とかその時々の自分のいる年齢ステータスっていうところを考えて経験や知識を積める仕事っていうのをやっていくのが大事ですよっていうことを考えていると。だから一貫してずっとこの仕事を続けていくっていうよりも22から35まではこの仕事をやっていくと、35から45まではこの仕事で、55から定年まではこの仕事をやっていくっていう風に、3つとか4つとかっていう風に区切って、その時々で学ぶべき、習得すべき経験とか知識とかスキルっていうものを、重視した方がいいですよって。でそれがあなた自身の人生より良いものにしていくものだけではなくて、時代を乗り越えていくために必要なレベルアップだからっていう風に書いてあったりするんですね。だから100年を生きるために一つだけの知識とかってなったとして、それを持っている知識とか経験とかがもしかしたら時代として必要とされてないとか時代に潰されてしまったってなった時に、もうその時点で生きていけなくなってしまいますから、やっぱり3つ4つとかっていう知識スキルとかっていうのを身につける体験経験とかっていう場っていうのは非常に大事になってくるというところなんですね。ですから決して今の時代転職することがダメとか起業することとか副業することがダメっていうふうに言われてない、どちらかというと多様性を求められるようにようやく日本もなってきたという流れが来てますから、今回言ったような理由に当てはまるような方っていうのは一つきっかけ、あくまできっかけにしていただいて、もし転職した方がいいなとか会社を起こした方がいいなとか副業した方がいいなっていう方がいらっしゃれば、それはやってみてはいかがでしょうかというところですね。絶対やってくださいねっていう話ではなくて、やってみてはいかがでしょうかというところで、今日の話は以上とさせてもらえたらと思います。ということで本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。